どうも、ごとします。はい、今日は千駄ヶ谷に来ております。今日はちょっと最近ニューオープンした、もっと僕のためにできたんじゃないかというぐらい僕が大好きすぎるお店ができましたので、簡単に言うとアーカイブがすごい集まってて、ハルジロとかラッシュモンズとか小中川さんだとかナンバーナイさんだとか、まあ、結構こういわゆる、まあ、ドメのアーカイブで熱いところから、まあ、ラグジュアリーのアーカイブの熱いところまでを、まあ、網羅されているというニューオープンしたということで、ちょっとそちらにね遊びに来させていただいております。ちょっと見たんですけど、ちょっと結構マジ4つ5つくらい欲しいのあって、でマルジェラもね結構あこれあるんやみたいな結構熱いのがあるんで、ちょっと早速皆さんと一緒に見ていければと思います。はい、一星さんとかのね、まあ、昔の一星さんですよ。はい、一星さんのボンバーとか、これエグくないですか。これランブの90年代のペイントのデニムですね。たまんないやつですね。はいこんなだいぶ結構スキニーで、しかも状態が結構いいんですよね。でも多分ねこれウエスト合わないんですよね。ギリいけないんですよね。これはあのマルジェラリちゃんデイブのちょっとデストロイヤーっぽい、はい、まあ、ほつれほつれのデニムジャケットでございます。ここにも買えそうなんですよ。3万4100円ということで、しかもこれインサイドアウトなんですよね。ここ見てわかると、これね暑いのがねジャケットだけじゃないんですよ、パンツもあるんですよね。この2つがあるっていうのがかなりエグいですね。なんかこれセットアップでいけちゃいますからね。これねマルジェラリちゃんデイブのちょっとね大きめなんですよね。このタグが本気出しでいけるかな。あ、でも、あ、いけろ、ワンチャンいけろ、いや、ワンチャンと普通にいけろ、ジャストじゃないですか。かなりタイトニーは見えるっすね。そうですね、あの、もう背中が結構、あの、ちょうどだよって叫んでますね、この辺りは。あ、でも、まあ、ジャストでガチできてる人って感じですね。前は締まらなそう。僕176センチ普通大体ですけど、160センチ台の方とかで、細身の方だったりするといけるかもしれないです。いや、ぜひこれセットアップで行ってほしいですね。はい、セットアップでぜひ行ってほしいです。ラッシュモンズスターリングルビーとかね、もう熱いアイテムばっかりなんですよ。このシーズンは僕一番好きなんですよ。2010年代とかだと一番好き。14年と16年のこの AW のスターリングルビーと16年セスがすごい好きなんですけど、スターリングルビーはサイズがちっちゃいのがとても多くて、まあ、毎回着れないなって、こうブランドテレビとかそれ見て見つけても着れないなって、その当時も着れないなと思ったアイテムが多いです。今みたいにオーバーサイズ全盛期じゃないんで、レギュラーフィットのものとかタイトなものが多いんで、まあ、ちょっと着れないアイテムとかも多いです。ちょっともうこれとかはだいぶ前ですけど、これあれですもんね、ミレさんとかが激アツなアイテムですね。そうっすね、エディー機能というか、まあ、ディオールですよね。シリコンコーティングのデニムパンツでございます。寄ってみていただくと分かるんですけど、シリコンコーティングなんですよ。これがこれ全部シリコンです。シリコンですからね、レクイっすよね。これとデストロイがねめちゃめちゃ熱いよみたいな、うん、そうっすね。でもデストロイより珍しいというか、数的に、うん、確かにあんま見ないっすよね。しかもこれ結構シリコンが残ってるってことで、だいぶ綺麗にシリコン残って状態がいい状態ということで、うん、状態がいい状態。あいやつじゃん、これライブのパラシュートじゃん。ほらライブのパラシュートだけど、これ履けないやつなんですよね。この時代のライブって全部細いんですよね、タイトめで。でもね、ポケットとかがそうパラシュートで結構かっこいいんですよ。パラシュートパンツでついてて、はい、非常にかっこいいデザインです。でスウェット生地ですかね、どちらかというと。これかっこいいんですよ、これアンダーカバーのナイロンパンツですね。これ01なんですよ、これ SS の。これね、一回買おうとして2時間悩んでやめたアイテムなんですよね、これはね。この蛍光色のベルトっていうのがすごいかっこよくて、で、あとこのフロントを見ていただくと分かるんですけど、まあバックもそうなんですけど、稲妻みたいになってるんですよね。ちょっとこう、分かります？あのめちゃめちゃいいアイテムです。ちょっとアンダーカバーとかやってクリア素材になったりしてて、いやなんかこういうところにね、男の子はときめくんですよ。ちょっとこっち見ていいですか。こっち、ちょっとこっちから行こうか。この辺ね、マルジェラあるんですよ。この辺マルジェラがございます。これとか、はい、配られたルービックキューブでございますね。はい、未開封のものが結構値段上がるんですよ。僕はもうバリバリ開けてガチャガチャに回したんでもう戻らないんですけど、チェーンブレスレットですね。この辺はこの状態、綺麗な状態でこのアイテムが見つかるのはなかなかないので、めちゃめちゃレアだと思います。っていうようなマルジェラのブレスレットがここにも、これもマルジェラですね。これとかね、サイズ感変わってきたりするのとか、ちょっとあの異素材が組み合わされてるのが、この辺とかかっこいいですね。最初に見せたものの、まあ、ちょっと長い版、大きい版、うん、20とかかな。ちょっとブレスレットって大きいですね。これはシルバーじゃなくて真鍮が、真鍮っすね。この時のはほぼシルバーがなくて、そうだった。今は逆にシルバーしかないんですけど、まあ、ほぼほぼ真鍮のものしかないかな、はい、そうなんですよ。真鍮なのがいいところだったっていうふうに言われてたんですけどね。これが僕は一番今日びっくりしましたね。これマルジェラの13番のオブジェなんですけど、普通に僕も欲しいです。ここに見えますかね、ここにメゾンマルタンマルジェラと刻印がございます。はい、刺繍か。犬とかだったらワンちゃん座れそうなんですけどね。ジュニアさんのリュック、はい、まあ、2003年とかかな、はい、セスのアイテムでございます。これ普通にいいっすよね、うん、かわいくないですか。うん、
6万円ぐらい使ってそうっすよね。これ第3候補でございます。これかっこいいっすよね、うん、なんかサイズがでかすぎなくていいなっていう、ナンバー9さんでございますね。もうどう見てもかっこいいもんねこれね、はい、これ服好きな人で好きじゃない人いないんじゃないかなっていうデザインですもんね。やっぱ、まあ、今ねソレッソっていう名前でやられておりますがブランドやっぱかっこいいですよね。もう使ってるもののクオリティがめちゃめちゃ高いんですよ。こだわりがすごい抜かれていて、ソレッソって結構パーツを一つ一つ結構自分たちというかソレッソさんで作るものが多いんですよね。ジップだったりとかも全部作りますみたいなのが今多いんで、この時もねあのジップとかもねこうしっかりと、まあ見えないと思うけどこれリリジップなんですよ。はい、なんかそういう1パーツ1パーツをこうドッキングして分かりやすくてかっこいいだけじゃなくて、その細かいところもすごいこだわっているというようなアイテムですね。アンダーカバーさんのジャケットテーラードです。これもかっこいいですね。この切り替え部分のナイロンがポケットがナイロンなんですよ。ここことかここと ここもそう、うん、ジップっていうのもいいですね。これですよね普通に、うん、切ってそうですか。まあ、切ってそう。ショート丈っすね。あ、そうですね、うん、あでもこのぐらいの丈が基本に合うんじゃないかな。2万円いいですよね。あ、2万4000円なんですけど、ナイロン部分がちょっとこう僕が、ね、好きなテック要素がちょっと入ったりして、ね、すごくいいなと思ったりしております。ちょっといきますね。めちゃめちゃかっこいいんですよ。絶対これじゃないですか僕。これクレイグさんのパンツなんですけど、このパラシュートって言ったらいいのかカーゴって言ったらいいのか何なのか分かんないぐらいになっているこのもう僕が好きそうパンツがめちゃめちゃいいですよね。これ生地が結構薄めなんで、もう今から履いていてねっていう、夏にかけてどんどん履いていてねっていうパンツが、サイズもいけそうやな。めちゃめちゃ紐垂れ下がったもんな、すごいですよこの辺りウエストの部分。紐だらけ、ドローコードだらけ。アマナイさんですね、はい、色がすごいですねポケット部分。なんかこの辺のドッキングのアイテムってすごいですよね。なんつうんだろうな、こうなんかすごいかきたてられるものがありますよね、うん、見て興奮しないわけないみたいなアイテムがめっちゃ多いんで、ダッシュモンさんだ。これはでもそんな昔じゃないアイテムですね。 18SS の権力の美学ニューオーダーの、はい、アイテムでございます。これは欲しい方すごい多かったんじゃないかな。スニーカーも結構厚いんですよ。もうめっちゃ詳しいわけじゃないんですけど、1個ねめっちゃ欲しいのというか欲しかってその時買っときゃよかったなっていうのがこちらですね。ロイヤルかと思いきや、フラグメントとジョーダン1の、まあ、レトロですね。はい、これサンプル品なんですよねこれで。はい、お値段ってちなみに150万円です。はい、無理やな。150万でも普通は560万ぐらいですよね。そうですね、そうですね、はい、あのまあサンプルだから出やすぎて、はい、希少性ですね。でもサンプルがあるってすごいですね。20万ぐらいの時にいや高いから無理やなって言ってたんですけど、もっと無理になりましたね。これはこれもサンプルとかなんですか。あ、はい、そちらプロモーションサンプルって言いまして、あの関係者のみに配ったアイテムになります。フレンズ的な。そうです。なるほど、はい、おいくら。そちらで198万円。超えてる。ちょっといいですか。198万ですね。フラグメントより強かったですねこっちの方が。なるほど。ちなみになんですけど、はい、この中で、あのこのお店にある中で一番高いスニーカーってどれだったんですか。一番当店で高いのが、こちら側ですね。ナイキの SB ダンクパリ、通称パリダンクって言われてるスニーカーなんですけれども、こちらでお値段が当店ですと3000万円。3000万。やばっ、3000万ってやばくないですか。3000万、3000ってすごいですね。これ売れたらなんか2ヶ月ぐらいやらなくて大丈夫そうですね。3000万。めちゃめちゃね熱いものが多かったんですが、ちょっと僕も欲しいものが3候補ありますので、ちょっと最後のあのパンツ履いてみていいですか。ちょっとあのパンツ履いてみます。めちゃめちゃかっこいいのこれ普通に。こちらが、クレイグさんの、まあ、もうパラシュートかな、一応、まあ、名前つけるのはパラシュートパンツでございます。めちゃめちゃかっこいいなこれ、やばいな。あの履いて分かったんですけど、この辺り、あ、ここあるじゃないですか、この部分、この部分で一回ね、キュッて止まってるんですよ、中もしっかり。あ、めっちゃ足にフィットしてて、その後とこの感じでちょっとフレアな感じで広がってるところもかっこいいし、これめっちゃかっこいいな。ちょっともうこれこれじゃん絶対ってぐらいかっこいいですねこれね普通に。あ、すいません。ということで、買わせていただきました。プレイグさんのパンツを買わせていただきました。でもこれ絶対かっこよかったもんね。うん、みんなも思ってると思う。本当にかっこよかったですよね。うん、かっこいい。しかも履いてそうでしたよね。あ、まあそうだね、呼ばれてる感じしたんで。
まあ、さすがにこれかなということで、まあ、ちょっとねスニーカーは僕めちゃめちゃ詳しいわけじゃないんであれなんですけど、まあ、そういう激レアなスニーカーもあったりとかいろいろございますので、ぜひ皆さんもねちょっと遊びに来てみてください。概要欄にいろいろ載せておきますので、ぜひそちらで見て遊びに行ってみてください。よろしくお願いします。はい、こんな感じで僕は星の動画を上げています。まあ、いつもねこういう動画を、まあ、ラグジュアリーの動画とかファッションの動画を上げているんですけれども、まあ、ショートでもね動画いっぱい上げたりとかしていますので、ぜひよかったらねそちらも見てみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。行きます。